광양만권경제자유구역청이 세계 최고의 산업물류중심도시로 거듭나기 위한 비전2020을 선언했습니다. 그중 하나가 친환경 생태도시이자 명품도시가 될 신대배우단지 조성입니다. NSP통신이 최고의 정주환경을 목표로 현재 완공을 앞두고 있는 순천 신대배우단지를 찾았습니다. 광양왕권経済자유 구역에 입주있는 기업의 社員들에に 良い住居環境を提供するために、別府団地の必要性が高まっており、2006年から新で別府団地造成計画が立てられてきました。新で別府団地は立地面においても、立地域にある経済住区域内の定住環境に比べ非常に優れた点を持っています。新で別府団地は、寸町市都心から2キロ離れた場所に位置し、四須市や関安市に接する新墳都市住居地域です。 シンデベフ団地は交通の要所地でもあります。スンチョン・ヨス間の道路が開通されたことにより、スンチョン・シンデンベフ団地、ヨス国家産業団地間が20分に短縮されました。また、チョンジュ・カンヤン間の高速道路、イクサン・ヨス間が伏線電車化されたことにより、優れた交通環境が完成しました。現在、スンチョン・シンデベフ団地に造成中である名品通りです。 この通りは、韓国デザイン振興院主管のデザイン開発事業に選定されました。チンデベフ団地には、幅30メートル、長さ6キロメートルの都市循環型生態回廊が造成されました。また、名品通り周辺は歩行者中心となっており、緑豊かなウェルビーイング道路や、ガラス張りのテラスが並び、ソウルにあるジョンドンギルのような趣を醸し出しています。 신대배우단지는 주거와 쇼핑, 교육과 의료 시설이 잘 갖춰진 국제 도시로서 중심 역할을 할 것입니다. 특히 도심 한가운데 골프장과 수변 공원이 배치된 세계적인 그린타운의 모델이 될 것입니다. 신대배후단지에 있는 외국인 투자자와 기업 사인을ための 시설 편리화에 힘을 들이고 있는 점도 주목사れている 부분입니다. 녹지 조성은 물론도 日常生活に疲れた人々のための娯楽施設も取り揃えています。関安湾県経済縦区域庁は病院設立を目標に大規模な病棟を備えることのできる総合病院と着実に話を進めており医療機関敷地9万8千平方メートルを確保するなど新で別府団地近隣の医療インフラの拡充に力を注いでいます。 광양만권 경제자유구역청은 전국 8곳의 경제자유구역청 가운데 개발 부문 1위를 달리고 있습니다. 명품단지인 신대배우단지가 완공되면 그 경쟁력은 더욱 상승할 것으로 기대됩니다. NSP 뉴스 안정인입니다.